前にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。いやー、飯塚ちゃんがいなくなってだいぶ寂しくなりましたね。当分はマスターと二人っきりか。それがね、もう新しいアルバイト見つかったんだよね。え、すいません、遅れました。あ、お疲れから戻りました。え、マスター仕事早っ。今週から新たにアルバイトで加わったのは4人組アイドル、フィロソフィーのダンスで活動中の戸塚乙葉。自作 PC 大好きゲーマーとして数々のゲームをプレイ。今年4月からは魚群でストリーマーとしても活躍しています。乙葉ちゃん、ここで働くってのがどんなことか分かってんの？分かってます。ゲーム好きなの？もちろん。格闘ゲームには以前から興味がありまして、ここのお店には格ゲーマーさんがすごくたくさん集うと聞いたものですから志望いたしました。マスターが選んだってことは素質があるってことなんでしょう。はい、頑張っていきましょう。頑張ります。お、いらっしゃい。いらっしゃいませ。おー、バーチャファイターの幸せな未来を願ってるお二人じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一人目のお客様はバーチャ歴20年の仁選手。第2回大会闘撃2004やビートライブカップなど数々の大会で優勝し活躍してきたトッププレイヤーです。もう一人のお客様はバーチャシリーズのアキラ使いとして有名なホームステイアキラ選手。長きにわたりバーチャ界を牽引し、現在は配信活動も積極的に行っているレジェンドプレイヤーです。前回はですね、バーチャファイター e スポーツのですね、発売前の時期ということで、バーチャファイター5ファイナルショーダウンのお話がね、中心でした。今回は待ちに待ったバーチャファイター e スポーツについて、思う存分語っていただきましょう。じゃあ、まずはですね、今回そのプレイしてみた感想をお聞かせいただけますか。まあ、10年という空白あったんですけれども、もう圧倒的なグラフィックの進化は、もうとにかく目を引きましたね。あとはやっぱり e スポーツに対応した機能の数々がやっぱあります。で、やっぱ大会とかすごい開きやすくなって、すごいそれが良かったかなと、やっぱみんな気軽に参加できて、みんなで盛り上げていこうみたいな感じの流れがなんかそのいい感じにできているかなと思います。10年ぶりに新作が出たっていうので、もう初日ダウンロードしてもうデモがついただけでもう本当に涙出そうになってで今回音楽もすっごいいいんですよ、なんで僕自分の配信始めると必ずデモ全部流してから始めるんですよね。なんで、まあ、そういう部分でもすごくいいかなと思ってます。まあ、オンラインが主戦場になったってのもあって、結構今まで対戦してこなかったプレイヤーとかがいろんな変わるがある対戦できるようになったっていうのがやっぱ一番楽しいところですね。ファイナルショーダウンから最も変化したなっていう部分っていうのはどこになりますかね。まあ、やっぱりグラフィックが最初に出てくるのかなと思います。システムに関してはそんなに差がないっていうのが正直なところなんで、グラフィックは竜が如くエンジンを使って、そうですね、っていうことですね。でステージもやっぱり違うように見える。で、まあ、正直言うとプレイしてる感触も若干僕は変わってると思ってて、中身は変わってないかもしれないですけどね。以前、まあ、バーチャファイターファイナルショーダウンだったらやっぱあの Xbox とプレイステーション3っていう2つのプラットフォームでやっぱ人がまあばらけていたんですけど、確かにそうですね。そこがやっぱ統一されて一気になんか人が増えて、もうとても盛り上がったっていうのもやっぱすごい大きなところかなと思いますね。新作が発売されて今の状況、新しい人増えたなってどれぐらい感じますかね。そこまで増えてないかなっていうのがあるんですけど、この知ってほしいっていうのがやっぱり新しいのを言うと欲が出てきて、もっとのめり込んでほしいになるんですよね。そういう意味で、まあ、なんかできることないかなっていうのを常に探して、まあ、お互いにこう配信とかイベントをいっぱい開いてるって感じじゃないかなと思います。でも実際バーチャのこの e スポーツが出てからお二人配信ものすごく力を今まで以上に入れてると思うんですけど、登録者数的なのかなり増えたんじゃないですか。テツコの部屋すごいですよ、ホームステアキラのテツコの部屋は、もう今8000超えてる。8000とか行きました、おかげさまで。すごい。それもね、毎日あんだけ配信してりゃ増えるだろうって感じですかね確かにいつもつけたらやってんだもん、絶対に。うん、多分すごいいろんな方から質問が来たと思うんですよ、配信で。はい。一番印象に残ってる質問って何ですか。多いのはその10年ぶりに復帰しましたとか、あとはその、まあ、バーチャ2とかの世代の人がやってて、もう本当25年ぶりぐらいに復帰するんだけど今からやっても大丈夫ですかねみたいなのとか聞いてくれたりとかして。昔やっていたけどって人が多いんですね。あ、そうですね、まあ、何らかの理由で離れちゃう人とか結構いたと思うんです。やっぱ、子育てがあったりとか、やっぱ家庭の事情とかで離れちゃったり人がいるんですけど、家でできるっていうのがとにかくやっぱ大きいじゃないですか、そういう人にとっては。でそういう人たちがやっぱ時間もできてちょっと戻ってきつつあるっていうのはとにかく大きいなと思いましたね。
バーチャって特殊な入力が多すぎて、うん、例えばその立ち状態からしゃがみ状態を作って技を出すみたいなのが、うん、多分、はいはい、中道さんめちゃくちゃ聞かれてると思うんですよ。めちゃくちゃあったね。立ち百個とかで、僕だったら影の小円楽って投げをした後のコンボの立ち伏し、まあ膝、うん、はいはい、膝を出すっていうのが特殊コマンドなんですけど、うん、それ実はどこにも書いてないんですよね。そうですね、そういえば、うん、そう見てるだけじゃ分かりようないから、うん、そこちょっと親切にしてあげたいなっていうのは、多分中道さん100どころじゃないと思うんですよね、説明してる。確かにすげえ聞かれました。世界で最も立ち百個について聞かれた男。あと提出団体っていう、あまりにも聞かれすぎて、あの動画を作りました。配信の横に貼っとけばいいんじゃないですか。あ、もう概要欄に貼ってます。あのこれ見てくださ い。中道さんの面白いのが書いてあるし貼ってあるんですけど、うん、見ないで聞くんですよ。バーチャファイターをやってる人って結構年齢層上の人多いじゃないですか。配信慣れしてなさすぎて一周回って可愛いっていうのがありますよね。そうですね。どこにも載ってないって、そのネットがない時代ってどうするの？聞くしかない。人から人に、うん、はい、あとは自分で気づくしかない。すごい、うん、教えてくれない人とかもやっぱりいましたからね。これどうやってやるんですかって、教えないみたいな。昔はとか気持ちいいぐらいの嫌なやつだな。いやでも昔のゲームセンターカルチャーって、うん、そうなんです。そっち側じゃないですか。いや教えないけどね。あと身内だけのネタみたいな。そうそうなんですね。バーチャファイター e スポーツが出たことで、いろんなプレイヤープロゲーマーたちがこうバーチャをやり始めたっていうので、すごく喜んでらっしゃいましたよね。灰谷さんの配信をよく見てるっていうのを。いやあれね、バーチャファイターみんな見てますから。あ、そうなんですか。もう昼間のお供ですよあれ。今のお供分かる、あの人ね。配信業界昼の王ですからね。しかも取り組み方がもうほんと素晴らしくて、うんうん、もうまさにもう全部が教科書だなと思って、もうその対戦して反省があったらすぐトレモに戻って復習する。でこのキャラが苦手だなと思ったらその人にすぐ聞く。でただ聞くにしてもやっぱり自分で考えてからこれがいいんじゃないかって答えを持った上で聞くんですよね、うんうん、だからやっぱさすがやっぱプロゲームの人違うなって思ってます。あ、長い歴史のあるゲームですけど、やっぱり新たな出会いというか新たな広がりみたいなのを、まあ、確かに感じましたよね。ああいう有名なプレイヤーがあれだけのめり込んで毎日やってくれるってことがやっぱとにかくありがたくて、でそうなるとやっぱ僕らもちょっとでもこう力になってあげたいじゃないですけど、うんうんうん、やっぱ思っちゃって、多分もうみんなで変わる変わる口出して、うん、アドバイスしてましたけどね。ここからはいよいよ開幕したセガ公式大会、バーチャファイター e スポーツチャレンジカップシーズン0について伺っていきます。セガすごい、避ける、素晴らしい。かなりハイレベルだったなっていう印象はあるんですけど、ことですよね、これは。そうですね、はい、やっぱその全国の人とかがやっぱオンラインでみんな出場してて、うん、まあ、対決したって感じなんですけど、私はあのそのブロック決勝でウィナーズの決勝で負けちゃったのかな、負けてでルーザーズ行ってそのまま負けちゃったんですけれども、うん、世界公式の大会ってやっぱここも10年ぐらいなかったわけじゃないですか、うんうん、でしかもオンラインの大会ってことで、なんかすっげえ緊張しましたね。あ、緊張した。はい、自分不幸なことにあのバーチャファイター 5FS 最強って言われるトンカツと当たってしまって、同じブロックに入っちゃって、ね、うん、でウィナーズで負けてルーザーズ頑張って泳いで決勝まで行って抜けたんですけど、またトンカツと当たって負けるっていう苦い内容だったんで、うん、もうちょっと苦渋良くならないかなって。確かに形式は結構特殊ですよね。よく考えたらバーチャーシーンにおいてルーザーズって言葉あんまなかったですよね。いや初めてなんですよ。ですよね、うん、そうそう、うん、だから多分みんな舐めてるんですよね、そのダブルエリミネーションを、うんうんうん、だから1回目で結構コロッと負けるやつがすごい多くて、うんうん、ルーザーズが地獄になってるトーナメントばっかりですね今。だからみんな必死でこうやって延々してくるわけですね。泳いで落ちて初めて本気になるみたいな、うんうんうん、そうだそうだ。バーチャファイターで言ったらっていわゆる2先自体もがそもそもないです。そもそもですよね、2先のダブルエリミネーションってもう異民族のルールですよね。あ、そうですよ、バーチャ勢からしたら。そうだわ。そして10月10日にですねこのファイナルが、ありますね、予定されております、うん、収録のタイミングでは、まあ、大会の前になるわけなんですけれども、敗者復活的な意味合いもあるプレーオフがこうあるんですよね。でお二人も、出場というかそのエントリーはされてると思うんですけれども、意気込みというかちょっと伺えますでしょうか。はい、まずこれちょっとあの64名が定員なんですけど、うん、それを超えたようで抽選になってるんですよね、うん、でまずそこを突破できるかっていう、まあ、いわゆるゼロ回戦ですね、はい、そこがまああの大事かなと思うんですけど、もし通ったのであればやっぱやり込んでるんで、まあ、次はちょっとあの勝ちたいなと、うん、やっぱ思いますね。久しぶりの公式大会っていうこともあるし、うん、まあ、バーチャの大事なタイミングだと思うし、まあ、あとは自分も配信情報発信を行ってる身としてやっぱりこういうタイトルって絶対取っておきたいもんなんで、うん、まあ、やっぱ結果につながる、まあ、なんですかね、プレーができたらいいなとは思ってます。
今回の大会では19歳以下のみが参加できるアンダー90部門があるんですけれども、まあ、10代のプレイヤーに対して思うことっていうのをちょっとメッセージいただきたいですね。10代のプレイヤーに対して思うことは、はい、もうとにかく続けてほしいなっていうのが、お父さんがやってたからその僕もやってますみたいなとか、うん、お父さん倒すためにやってますとか、やっぱそういう子とかもいるんですけど、そういうところから最初はやっぱお父さん倒すのを目標に始めてもらって、まあ、ゆくゆくはやっぱ最強を目指して頑張ってほしいなって思ってますね。ハマってほしい、のめり込んでほしい、強くなってほしいってのはあるんですけど、もっとめっちゃ絡んできてほしいですね。おう、で絡んできてくださいすれば、まあ、いろいろ教えられるし、まあ、いざそいつが強くなったら俺が育てたって後で言いたいなってとは思ってますけどね。そして8月末にですね、アップデートがあったとのことです。良かった点、気になった点などはあったでしょうか。e スポーツになってから、うん、その青木プロデューサーが、はい、やっぱいろんな配信とかに顔を出してくれて、うんうんうん、で要望とかないですかみたいな、わざわざ聞いてくれるんですよ。でそれで要望があったら、その要望をとりあえず聞いて検討していただいて、これはいいなってやつを対応してくれたりするんですけど、うん、で今までってそういうのがやっぱなかったんで、うんうん、それがとにかくその良かった点としては大きいかなと。話を聞いてくれるんだと。はい、それはとにかく聞いてくれて反映される、ね、そうそうそう、反映されるって僕らなかったんですよ。そうなかったんですよ。なんかあ、いいのかなみたいな、なんかはあそうなんだそうなんだ、はい、ずっと夢物語だったんですよ。こうなったらいいなって。そう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 。でも誰も聞く人もいなければ誰も作ってもないしみたいな、うん、変化があるってことがもう何より嬉しいですね。10年間なかったんで、うん、内容とかどうするんですよ変わったと思う。多いな言葉がいやーこれね、まだまだお二人のトーク聞きたいんですけど、まあちょっと僕はいいんですけどね、アルバイトのオトハスが早く対戦見たいって言ってるんでね、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。組手の時は多分お遊びみたいな対戦してないしか見てないと思うんで、オトハさんが遊びじゃないやつを見せようかなと。おお、じゃあお願いしてもよろしいですね。もちろんです。お二人の対戦の前にですね、今日は僕もどうしてもやりたいということで、青春のゲームバーチャファイター、お二人の中からホームステイさんと戦わせていただきたいと思って、はい、私アケコン持ってまいりましたよ。はい、よろしくお願いします。実はですね、うん、ホームステイさんとは僕がゴールデンボンバーに入る全然前、うん、大学生の頃普通に行ってたゲーセンで知り合って、その頃やってたっていう過去があるんですよね。何年前ですか。そうそう、何年前ですかね、あれ。あれ15年ぐらい前ですね。15年前そう、だからそれぶりぐらいですよ、もう本当に。まあ、そうですよね。そう、だからせっかくの機会なんで、もう僕ちょっと今回やらせていただきます。対戦お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、15年ぶりの対戦、歌広場 VS ホームステイアキラ選手、果たして勝利するのは。さあ、それでは見ていきましょう。エキシビションマッチ、歌広場順対ホームステイアキラ。キャラクターどちらもアキラを選択です。で、同キャラ戦、白左側が歌広場順、そして右側の青がホームステイアキラ。まずはこの役を長中、肘打ちカウンターからとんでもないダメージだが、前方転勤ついで投げていくのは歌広場順。接近戦、ゲームから攻める。しかし投げてるぞ、投げが強い。歌広場が前投げですね、前に抜ける。おー、チョンキック、これ緊張だよ。そして白からどうする。いやー、ね、しっかりと起き上がり中段キックに対して、アキラはね、この起き上がり攻撃がいわゆる半回転、避けることができる技になってるんですが、しっかりと足の位置を見て対応してきました。ホームステイアキラ、まずはラウンド先行。前投げ前投げ前投げ、天保線筋痛を連打していきます。歌広場じゃない。そして前に投げに対して古いかも、さコンボが古い、コンボが古い、ちょっと古いんですけど、ジェンガだと言えばコンボが古い。どこからさあどうする。ライモンを狙っていますが、ここに対してしっかりと夜行からお仕置きを決めていくのは天保線。しかし PG、 いい投げですね、通常投げ。いや、15年前のコンボ見れるのいいですね。そうなんですよね。結構ね、このジュン君がいろんなゲームを昔やっていて、どのゲームも大体シーラカンスコンボが出てくるんですよ。バーチャファイターでもやはりありましたね、シーラカンスコンボ。でもそれ決まるのがね、この続編のいいところですよね。あった、ここはカイコで崩してジャックからの壁コンボを決めて、一気にタイルフィード奪ったのはホームステイアキラ。側面投げ、こちらも若干古いコンボで返してきましたね。古いコンボで返した、うん、これでホームステイアキラリーチです。2ラウンドを先行した。そして真帆から攻め込んでいく、ここは上保選手、そしてコンボを決める、返していく歌広順。うわっ、ピクピクする。提出団体時間を狙っていますが出ていないぞ。あんなにうまいのに、おい出ていない。ヤコカウンター、
いやこれやらせよ。あやった。おっと起き上がりゲナンキックカウンターからやった。いやちょっとどうだ。おっと3点からの天保戦きつい。決められるか。いや天保戦きつい返し。勝者ホームステイヤキラいやまあまあそれ15年ぶりの対戦いかがだったでしょうか、純くん。はい、まあ、ばあちゃん、本当にいきなりやった感じなんですよ。久しぶりにやった感じ で、うん、でホームステイさん戦って、まあ、勝てないわけなんですけど、僕、久々にやってボタンでガードするからピクピクしましたね、こうピクピクピクっていう、うん、これね、大学の時も同じことやってたんですごい懐かしかったですね、うん、はい、はい、15年ぶりに対戦できてとにかく嬉しいです、うん、もうそれにつきますね。はい、やっててよかったです。はい、やっててよかったです。続きまして対戦組み合わせは歌色は純対陣です。陣さんと戦ったことってあったようななかったようなって感じなんですよ。そう、長らくやってるんでどこかで戦ってる可能性あるんですけど、ここで甲乙つけるしかないなと思いました。胸を借りるつもりで楽しんでいきます。はい、まあ、多分いたのは認識があって、うん、でチビタと多分仲良かったはずだから、はい、で僕もチビタと常に一緒にいたんですよね。なんで多分同じ空間には結構いたんじゃないかなと。そうですね。まあ、ただちょっとこのゲーム自体は、まあ、その15年、うん、20年近い時間経ってシステム結構変わってるんで、うん、分からないところでいっぱい攻め寄ってみようかなと思ってしょがりだしょがりはい、それでは見ていきましょう。エキシビションマッチ、歌いるバージョン対陣。影は葉隠れ流忍術を使う、スピーディートリッキーな動きが可能なキャラクター。このようにですね、構えを使った攻めが可能ですが、ここに陽子千里投げていく。そして簡単コンボを決め切ったのは歌いるバージョンです。さあ、陣の体力を奪っていった。ステージは、ハーフフェンス、このですね、側面でですね、壁に当てられてしまうと飛んでなくなっているんですが、天砲戦術覚えてた、返していく。どうなる、起き上がり攻撃をガードして両方から、あ、 PK 流れたのは影。陣がまずは1ラウンド目先行していきました。結構危険な壁コンボも出ましたが、早い展開を作って構えから攻め込んでいく。ラセングラギ、そして空中状態になって清流後陣ダウン1。早い展開で陣が2ラウンドを練習していきます。歌広場としては下段、おっとこれはうまい、構えに対して出た、おっと決めていきましたが、後円楽影の必殺投げ、そしてしっかりと清流後陣脚を出し切って、かなりのダメージ側面から攻め込んで、いや、これやばいよ。つぶつけるから置き攻めどうする。あーそこで通天砲パンチさばきを出しましたが、これはダメだ。勝者陣。純くんどうでしたか。もう一回無理っすかもう一回無理、時間的に。いやもういい、もう言わなかった、 YouTube だからいいじゃん。もう一回、もう一回ダメ、ダメか。そして陣選手いかがだったでしょうか。いや、やっぱ楽しいですね。多分忘れてるんだろうなっていう部分とかも結構あったり、まあ、これ分かんないだろうなっていう攻め方をしたんであれなんですけど、うん、たださっきホーム政権の試合見た時よりも明らかに良くなってたんで、多分またちょっとやればすぐ戻るんじゃないかなと思いますけどねもっとやってもらってから対戦したいですね、またね、はい、俺もそう思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。2試合選手でのエキシビションマッチ、陣選手 VS ホームステイアキラ選手、最新作で勝利するのは。前回こちらに来た時には、うん、自分負けてるんで。そうですね、まあ、ちょっと今回は復讐したいなと。復讐リベンジ、この憎きアキラに、うん、と思ってます。前回は2対1で、勝ったんですけれども、今回はより完璧な勝利を目指すために 2-0 で勝ちに行きたいと思います。おラウンド1、さあそれでは見ていきましょう。陣対ホームステイアキラ、でもそして外面から攻め込んでいく。ここはしっかりと天砲戦術を抜けている。側面から陣が攻め込んでいきます。早い展開、これが影の持ち味ですが、パワーという、おっと影が回っている。これで一気に大ダメージ、側面壁を生かして逆転できるか。陣追い詰められている、うん、中段。まずはホームステイアキラ、さあこれはラウンド2スタート。影はやはりこの、いわゆる半回転、片方に対して強い攻撃をたくさん持っていますが、やめてやめて、おっと壁際、これで崩してとんでもないダメージ。
長打長中まで入る。しかしここはヨーリックカウンターから返していくのはジンです。ここで PG 生投げ追いついてきました。かわいく、おー、うまい。ジョーゴ選手を透かし勝って馬場の空振りを捉えてホームステアキラリーチです。ここはしっかりと横に回りましたが PG ここで、うん、ご円楽壁からも本命上がりですね。振りかかとさらに清流後陣脚とんでもないダメージ半分。構えを使って攻め込んでいきますが、いやー側面崩れている。おー、ここもクワが一歩するととんでもないことになるぞ。一気に体力を3割奪い取って追いついて追い越した。ホームステが攻める。ジンはどうする。小技で返していきます。下がんじゃねえこの野郎、下がんじゃねえ。いや下がるのも一つの戦術。中段下がま上移動カウンター。おー、ここで風船陣どこまで、どうだ。ペペンから時間もないぞ。体力はあー、横移動しっかりと避け切っている。ミスマジで残り時間がなかったんで攻め込みましたけれども、しっかりと避けたホームステアキラがまずは1試合目を取っていきました。冷静でしたね、うん。さあこれ1試合目落としてしまった側がステージを選択する権利があるという、はい、どこを選ぶんでしょうか。まあ、壁があるステージ、そしてハーフフェンス、壊れる壁、そして壁のないリングアウトの、まあ、しやすいステージと様々ありますが、特徴ありますからね。ハーフフェンスを選んできましたね。取り返すことはできるでしょうか。ジン、まず開幕ホーム性の強気な役を重なって一気にこの体力奪い取ってきます。ここは側面から半回転攻撃、小技、肘などをうまく使ってまとわりついていくのジン。こういったやはり影の強い動き、側面投げはしっかりと抜けています。つむじ蹴り中段から、さあ手向けを使った速い展開、足元を崩してまずはジン。1試合目の嫌なイメージを払拭できるでしょうか。速い展開の接近戦、ここも PG、 ダメージは低いですが一番抜けられづらい投げを使っていきます。リモンから攻める PK2 発目カウンター、構えを使って2発目出していきますが、やはりしっかりとホームステアキラ、おお、陽撃カウンターヒットから裏水車ジャンプ、おお、捉えている。しかもしっかりとバウンドに持ち込んだ。あ、このアドリブさすが、アドリブでいった。しかし陽撃で暴れていきましたジン。このアッパー非常に強力です。カウンターでコンボに持ち込める。1試合目から打って変わってジンが2ラウンドを練習、このまま決めていきたい。しかしゲームの側面背後に回っている。うまくしゃがんだ、よくしゃがみましたね背後。あー、よっ、暴れ、とんでもない。しまうね。しかし長打長中2発目は出ず、これでチャンス。あー、なんということだ。大門長中セコイ中段蹴りを取っていきましたね。会長だ、しかも全くセコくないです確かに、まあ読みが勝手に読みが全くセコくない。なんだ偉いです。あれは原因を落とし上段ガードすると投げに移行できるという影の、まあ、強い技の一つで使ってきました。接近戦、これ、あー、4号マジか。しかして、あ、しかもしっかりとコンボ判断できている。コンボもしゃがみ状態で浮きが低かったところをきっちり繋いでいったのはホームステアキラ。しかしやはり小技が非常に強力、速い展開を作ってジンの影が攻め込んでいく。側面に回り込んだ、2つ目どうだ、しゃがまん、肘、PG 投げ抜ける。そして長打長中、壁に当たっていた。きっちりとバウンドまで持ち込んで、これでホームステアキラリーチ。危険なコンボが見えました。コンボ系も PP の2段目つむじ蹴り、いいから、いやー、陽線輪後ろ投げ、コーラは白子までとんでもないダメージだ。どうする、陽気に後がありません。 PK、 そう、つむじ蹴り、決まった。側面からリモンの背中、リモン白子倒し切ったホームステアキラ、見事勝利。おめでとうございます。有言実行できてよかったなと思います。嬉しいですね、はい、あまりに完璧すぎてもうなんかもううわってなっちゃったけど、うん、確かに 2-0 になりましたからね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、悲しいです、うん、悔しいですよね。悔しいし悲しいですちなみに どういった意図でこのステージを選ばれたんですか。この影っていうキャラが多分、はい、ハーフフェンスが一番強さが生きる、うん、ステージだと思ってるんで、まあ、以前までは僕違うステージをメインステージにしてたんですけど、はい、ちょっと ES からはここをメインでやろうかなと。先に2本取ってこれ、まあ、とりあえず取れるから次のセット頑張ってって思ってたら負けてましたねあれっていうであれでね、これはまたリベンジあると思います。させてください、またお願いします。はい、はい、
はい、本日も閉店のお時間となりました、はい、まずは新アルバイトのウォータース、はい、今日はどうだったかな。お二人のお話だけじゃなくて熱い戦いも見られて本当にあったかくていいお店だなと出勤初日にして思いました。でしょ、楽しかったです、はい、よかった。そして純くん、はい、オートハウスが100点だったんで僕も以上です。バーチャファイター久々にやったんですよ。昔あんだけやってたんだからこれあれは強くなんじゃないのって思えたんで、うん、ぜひお二人初心者中級者大会いっぱい開いてください。僕遊びに行きますんで、うん、何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。この間来た時もそうだったんですけどもうやっぱりすごい楽しい時間でもう本当にあっという間でした。またこんな短いスパンでここに来れてお二人はもちろんだしオートハさんにも、まあ、この間のイベントでまた会えるようになんて言ってて、まあ、すぐお会いできたのもすごい嬉しいことだなと思ってます、まあ、引き続きまたねバーチャを盛り上げるっていうことも含めて、うん、まあ、格ゲーマーとしても頑張っていきたいなと思ってます。前回引き続き今回もとても楽しい時間を、ね、過ごさせていただいてすごいなんかありがとうございましたって気持ちが、まずあります、まあ、バーチャも引き続きこれからも盛り上げていきたいと思ってますのでよろしければバーチャファイター e スポーツをプレイしていただければなと思いますのでよろしくお願いします。ということで今夜の格ゲキッスアメジュン、お客様はジン選手そしてホームステアキラ選手でした。またのご来店もお待ちしております。ありがとうございました。次回は鉄拳セブン特集、ダブル選手とティンヤ選手がご来店します。お楽しみに。